な演技でした。さあ今度は篠田です。この人は7月の NHK 杯では新進のダブル宙返り、はい、アメリカのレッドンがやった技ありましたけども、今回はやりませんで、最初は3回ひねりから。なんかこの曲のハンガリアン舞曲にこうスピーディーな動きが合ってるような感じがありますね。そうですね、この選手は脚力が素晴らしいですからね、それを十分に生かした演技だと思います。世界の一流と互角に戦えるその体のバネと素質、それから精神面も非常に強いものを持っている中学1年生。スピードとそして技の高度差という面ではもう 1,2 番に入ります。9.60 という篠田美穂、ゆかの演技でした。本当にタンプリングもいいですしね。